トライアンフモーターサイクルは、イギリスを拠点とするオートバイ製造販売会社である。現存する最古のオートバイ製造販売会社であるが、その社名や、経営母体は、幾度もの変遷を経ている。現在の会社名は、トライアンフモーターサイクルであり、本記事では、同社の前身である、トライアンフエンジニアリングなどについても解説する。 ニュルンベルク出身のユダヤ系ドイツ人であったシーグフリード・ベッドマンがイギリスのロンドンで1885年に設立した輸入貿易会社シーグフリード・ベッドマン貿易会社がトライアンフの原型である会社設立からしばらくして当時普及し始めていた自転車を扱うようになる当初は別の製造会社から仕入れた完成車を違う名称で販売していたが 新たな商標名として、トライアンフを、考案、売り上げを伸ばすようになる。やがて販売だけでなく、自転車そのものの製造を計画した、ベットマンは1887年に、コベントリーに移って、トライアンフサイクルを設立、自社生産の自転車を販売する会社となった。やがて19世紀末頃になると自転車のような新種の乗り物として、オートバイが登場し始め、 トライアンフも自転車に代わる新たな乗り物として注目する。そして1902年には他社製エンジンを自社製フレームに搭載したオートバイナンバー1を生産。やがて1905年にはエンジンも含めたほぼ完全な自社生産者が登場。1906年には社名もトライアンフエンジニアリングとなった。 トライアンフモデル H トライアンフの生産したオートバイはやがて1907年から始まったマンシュマ TT レースで活躍、その乾燥率の高さで高い信頼性を見せ、高品質かつ比較的安価であるという評価を獲得する。その後1914年から始まった第一次世界大戦では3万台以上のモデル H がイギリス及び 連合軍の軍用車として使用され、その頑丈さと走破性から高い評価を受けた。だが第一次世界大戦終結後は、人員不足から新規車種の開発が遅れ、他社との競争で不利を強いられて業績が低迷する。低迷打破のために当時著名なエンジン技術者であった、ハリー・リカルドによるオフ4バルブエンジンを搭載した、高性能車モデル R が1921年に、 投入されるが、生産コストがかかり高価格にならざるを得ない。この車種は、販売が振るわず、1923年の超低価格車モデル P の登場と成功までは、低迷が続くことになる。1920年代には、自動車会社、ドーソンのコベントリー工場を購入しており、1923年、トライアンフモーターカンパニーとして、四輪自動車を発売した。 1929年の世界恐慌により再び業績が悪化したトライアンフは1932年には自転車部門をラレー自転車に売却。オートバイ部門では新たな主任技師バルページを迎えて新機車種の開発を始めた。1934年には社名をトライアンフへ変更して改革を推し進めようとするが自動車部門が財政を圧迫する。 1936年、オートバイ部門は、自動車部門から切り離され、オートバイ会社、アリエルを再生させた、実業家、ジャック・サングスターに買収された。トライアンフ・スピードツインオートバイ専門となった、トライアンフは社名を再び、トライアンフ・エンジニアリング都市、元アリエル開発者のエドワード・ターナーを新たな、主任技師として、トライアンフを立て直していく。トライアンフ再建は、 ページの開発したた車種を元に改良することから始まった第一歩は短気筒のタイガー系列からだったが、1938年に登場したスピードツインが再建への節目となった。この車種は当時並列二気筒というだけで珍しかったが、短気筒が全盛だった時代に短気筒車種よりもわずかに軽量で最高速も勝るという性能で、 車両価格は短期等よりわずかに高いだけという設定が驚異的であり、スピードツインは大いに売れて、トライアンフの財政を一気に好転させる一因となった。さらに、翌1939年には、スピードツインの高性のオーバンとして、タイガー100が登場 34HP 最高速度実速 160km で人気を博した。 1939年に第二次世界大戦が始まると、先の大戦時のように、トライアンフは軍用車の生産に追われるようになる。だが、トライアンフを含めて軍需兵器の一大生産地となっていたコベントリーは、ドイツ軍の空襲を受け、トライアンフの工場も爆撃を受けて壊滅する。政府の援助により、近隣のオリックに設けられた仮工場で生産が、 再開されたが、一方で新たな生産拠点としてメリーデンに新工場が建設され、1942年には新工場で生産が開始された。なお、トライアンフが第二次大戦中に生産した軍用車は最終的に約5万台にもなったという。トライアンフ・ボンネビル T120 第二次世界大戦が終結すると、 トライアンフは一般車の生産を再開する。戦後最初のラインナップは戦前に生産していた車種の改良版であったが、1949年までにはトライアンフ初のオフロードタイプとなる TR-5、トロフィーやスピードツインの排気量を 649cc まで拡大した 6T サンダーバードといった新車種が追加される。 これらの車種は当時開拓され始めたばかりのアメリカ市場にてハーレー等の重厚なオートバイとは違った軽量で高性能なオートバイとして人気を博していく。そしてアメリカ市場での成功によりトライアンフはさらなる新規車種 T120 ボンネビル等を発売メリデン時代トライアンフの黄金期を迎える。なおこの時期の1951年にはトライアンフは 救世主であったサングスターの手からビースサへ売却され、サングスター自身もビースサ役員となり1956年にはビースサグループ会長となっている。1960年頃から台頭し始めた日本製オートバイは当初は小廃棄量者がほとんどだったが、1960年代後半になると大廃棄量者も登場し始め、その性能と品質で、 トライアンフの脅威となり始めた。トライアンフとビースサは、排気量 740cc 並列3気筒を搭載するトライデントを開発するなど、日本製大排気量車に対抗したが、1970年代に入っても、品質や販売成績で、日本製オートバイに勝ることはできなかった。負債を抱え業績が悪化した、ビースサとその参加であるトライアンフは、 1973年に英国政府の援助で漫画ニーズブロンズ参加のノートンビリアースと合併ノートンビリアースイコールトライアンフとなった MVT は1974年に製造の中心をメリデン工場からバーミンガムのビースサ社スモールヒース工場へ移転を計画するがメリデン工場の従業員たちがストライキを起こしてメリデン共同組合を設立 ボンネビルの生産をメリーデンで行うことで工場を存続させる。一方、n v t はトライデントの生産が続かずに1977年には倒産、トライアンフの商標権や生産権及び資産を共同組合に譲渡する結果となる。だが、メリーデン共同組合による経営もアメリカ政府のハーレー救済政策による関税高騰も影響してやがて破綻し、 1983年にメリデン工場は閉鎖された。ハリス・ボンネビル T1401984 年にメリデン工場は取り壊されたが、不動産開発業で財を成した実業家、ジョン・ブルーアがトライアンフの商標権や生産権を購入、新たなトライアンフを立ち上げた。社名は当初、ボンネビルコベントリー、後にトライアンフモーターサイクルとなった。 新たな会社の生産設備及び設計は、日本のオートバイメーカーには対抗できず、ブルーアは直ちには、トライアンフの生産を再開しなかった。当初は、デボンのニュートン・アボットで、レス・ハリスの経営する、ハリス・インターナショナルがボンネ・ビルのライセンス生産を行った。これは1985年から生産され、ハリスの名や、その所在地から、デボン・ボンネ・ビルあるいは、 ハリス・ボンネビルとも呼ばれた。ハリス・ボンネビルは基本的にセルモーター等が採用されていない前期型 T140 を元にしており、ライセンス生産の条件で生産はオリジナルに忠実にと規定されていたことから自動車排出ガス規制などの環境基準へ対処しきれなくなり、1988年には生産を終了してしまう。なおハリス・ボンネビルには 英国仕様と米国仕様の二つがあり、日本においては両仕をともに1988年まで輸入販売されていた。1990年には新会社の準備も整い、レスターシャーの品クレー工場を稼働開始、同じオートバイメーカーである川崎の技術を取り入れ、新型トライアンフとして全く新しい水冷直列、三気筒あるいは、 水冷直列4気筒を搭載した一連の車種を発表し、1991年には車両の本格生産を開始した。はじめは徹底して部品共通化を図ったモジュラーコンセプトによる効率的な車種開発が続いたが、徐々に業績を伸ばしたトライアンフは、1997年には直列3気筒という独自性を保ちながら、 従来のモジュラーコンセプトを脱した T595、デートなお、発表、2001年には、新たな空冷並列に寄稿で往年の車種名、ボンネビルを復活させるなど、他社とは違った特徴を持つ車種を送り出している。トライアンフでは、同じ車種名を長期にわたって、使い続ける傾向があり、年式によっては、同盟車種でもその外観などに大きな違いがある例が、多い。 特にヒンクレイ時代と、それ以前のコベントリー時代、メリデン時代とでは、同盟車種でも全く違うタイプの違う車種となっている場合があるので注意が必要である。デートな675トリプル 955CC スプリント RS 昔のオートレースの競争車は、選手が規格の範囲でエンジンを自由に選択でき、 メリデン時代のトライアンフのエンジンは最もオートレースの競争者に適すると評価されていた。しかし、トライアンフの倒産により部品の入手が困難になってからは選手の間で部品争奪戦が繰り広げられたと伝えられている。またオートレース用トライアンフのエンジンパワー,アーツは T120 ボンネビルをはじめとした往年の直立空冷並列に気筒を搭載する車種で、 格好のチューニングパーツとして珍重されている。2019年より、ホンダに代わり、ロードレース世界選手権の元にクラス向け、ワンメイクエンジンの供給を担当する。元に王に供給されるエンジンは2017年型、ストリートトリプル用の直列3気筒、765cc エンジンをベースに、レース用のチューニングアップを施したもの。ありがとうございます。